じゃあ自己紹介から、私は東京国立近代美術館の倉彩と申します。今年1年アルファ M の企画を担当させていただいてます。で今回の作家の千葉雅也さんです。よろしくお願いします。で、企画趣旨を毎回喋ってるんですけど、もうそろそろくたびれてきたのでだいぶ端折りますけど、震災以後って言ってももう7年も経っているのですが、やっぱりこう震災後だんだん世間がというか社会がすごく息苦しくなってきている気がします。でそれに対してこう様々なメディウムの美術がいろんな関わり方をしていると思うんですけど、絵画って、今袴田さんがおっしゃったようにやっぱりちょっとこうビデオとか写真とかより動くのが遅いというか、全体としてこの状況に対してどういうふうに働きかけるんだろうっていうことが割とこう何て言うのかな、お一人お一人はやっていても束となって大きな流れとして見えないところがあるのではないかと思っていたところ、この企画のお話をいただいて、でしかも絵画をとにかくやってくださいというふうに言われて、じゃあこのテーマでやろうと思って始まったのがこの企画です。で最初のお二人、早乙女哲平さんと藤代うそさんは本当にこう震災について大きな経験をしていて、それを境にこう絵がガラッと変わってしまったというようなお話でした。で一方前回の村瀬京子さんはドイツにいらして経験していないので、こうなんというか心を騒がせるようなこととしては経験していないというおっしゃり方だったんですけども、ご本人がこう意識しようとしてまいと、村瀬さんの絵画が社会に対して働きかけ方は多分私たちにとって変わってしまったんだろうなという気がしました。なので3回4回と回を重ねるうちに、その2011年を直接どう思うかっていうところから、割とこう抽象的な次元で今の現実に対して絵画はどう関わるのかというような話の人のこうバリエーションが増えてきたように思います。で千葉さんの企画についてはこういう展示をやりたいとか、これどういう意味なのとか、展示の最後の爪をどうしようみたいな話はすごくしたんですけど、うっかり震災の時どうでしたかっていうお約束の質問をするのを実は忘れまして、なのでせっかくですからこの場でどういう答えがあるのかを後で聞いてみたいと思っています。私からのイントロダクションはこんな感じなんですけど、まず喋りやすいところで、このエトっていうタイトルなのにこの不思議な展示になった、この展示自体についてちょっとざっくり千葉さんに教えてもらおうかと思います。こんにちは、喋ります、千葉です。この展示は、今回話をもらってどういうのやろうかなって思った時に、ジョインテッドツリーギャラリーって言って僕のプロジェクトと言っていいのかもしれないですけど、スタジオの前に木が生えてて、そこの木で展覧会をやるっていうことを、16年からやっていて、それでオープンスタジオとかもやってるんですけど、そのオープンスタジオの期間に合わせてやっています。それで最初は僕と斉藤祐介君と山根和樹君と、あとはロバート・ブライという詩人の詩を、自分たちで翻訳したものを展示しました。それでその次の年は山崎イオンっていう作家、パフォーマンスの作家ですけど、その人の個展をやりました。それで最初に僕がそのジョインテッドツリーギャラリー、その時に僕も出したんですけど、2016年の時に、山根和樹君どんな作品出したかってからというと、モネ、クロード・モネの写真をこう引用して、クロード・モネの目が写ってるところをこう拡大したこういう丸いなんかこうアクセサリーみたいな、なんか金属がチャラチャラついてるアクセサリーみたいなものがこうかかって、本人はなんかドリームキャッチャーの形を引用してるとかって言ってたけど、それが木にぶら下がってるっていうのと、あと斉藤祐介君は今そこにいますけど、うちのスタジオで出たゴミを FRP で固めて、なんていうかこうヌンチャク型っていうんですか、紐で2個の立体がこう
連結されててその紐ごとこうかけるみたいなそういう作品とで僕が出したのは、木のパネルにあれなんかテンペラっぽい感じの素材で描いてるんですけど、まあ、普通に油彩なんですよパネルに。それで、そこになんかね立体がこう描かれてて「Your name is ゴジラ」って書いてあってでそれはその時に「君の名は」っていうやつと映画と「シン・ゴジラ」がすごい流行っててでなんかあの時になんかあれがめっちゃ流行ってるっていう現在みたいなのをすごい感じたんですよね。でこれが流行ってるこの街 にそのペインティングをこう見せるみたいな感じのイメージも結構あってでそれ僕はそういう作品を展示したし山根君はその モネの目でこうこの世界を見るみたいな感じの作品だったと僕は解釈してるし斉藤君もなんていうかゴミで作った立体みたいなのがぶら下がってるみたいな結構なんかこう最初としてはすごいいい展示だったなと思ってます。それでその次の年の山崎陽ちょっと話長いなこれそれで3回目は今年もオープンスタジオでやったんですけど福永大輔とか彼も来てるけどのペインティングの展示になりました。でスリーピングツリーっていうタイトルだったんですけど、まあ、木のところで寝ているなんか作業員みたいなのポートレートみたいなのがこう木に展示されてるみたいな木が眠ってるみたいな感じでした。で今回がその4つ目が室内でやったらどうなるかなっていうのを、まあ、実験ですねそれをやってみたいっていうまず最初そこのアイデアとあとこういう指示の、ペインティングをこう組み合わせたような展示っていうもうそのアイデアで、あっちにあるのが角田俊也さんっていって、サウンドインスタレーションの作家です。それで、僕が中学高校の美術の先生だったんですけどでその中学の美術の授業中にあのゴミ袋の作品を見せられたんです。それでなんか美術ってこういう感じかみたいなとか何かその時のそのなんていうんですかね若者の鬱屈とした感じみたいなのがなんとなくこう方向性がこうそこで持っていき場所がなんとなく見つかったような、うん、その時だから美術手帳とかでラリー・クラークとか、うん、そういうのとかやってたりとか、うん、それ結構印象的なもので、でこれは今までは角田さんが美術始める前の作品だったんだなと思って。それでこっちが、全部説明しますとこっちが井出健二君と、バンジーのパンチって奥さん新しい奥さんで初めての奥さんの2人が最近子供ができまして9月10日にできたんですけどそれすごい最近それでその子供に、展覧会見せたいって、その子供のための展覧会をやりたいから千葉くんも参加してよみたいな最初井出くんの方の企画で話があったのがあってでこっちでやってくれって言ってそういうなんていうか子供に見せるための展覧会をやってくれって言ってでこういう展覧会ができました。はい、ざっと本当皆さん戸惑ったと思うんですけど例えば千葉さんはスタジオでやられてる時は割とこういうジョインテッドツリーギャラリーみたいなタイプのものも多いですが都内の例えばギャラリーとかで見るときにはこうペインティングだけみたいな時もあってでその両者の関係をこうがどういう風になってるのかみたいなことは私も今までそんなにきちんと理解はしてなかったんですけど今回こう一緒に並ぶことで千葉さんがペインティングを描くっていうこととこういうことをやるってことがなんとなくこうどっちも必要なんだろうなっていうのが分かってきたのでその辺の話をおいおい後で聞いていきたいと思っています。はい、はいはい、ちなみに角田さんの黒いビニールというのは黒ビニール袋風船夏の大気を実感しようという企画という1987年のプロジェクトの1です。何だって書いてある？そうです間違いです。1ですか？違う、そっちは87だったんですね。はい、のあそこの写真が写っているあのことを指しているわけですよね。はい、はい、
で、とりあえずですね、まあ、この展示の話は後でおいおいするとして、はい、その先ほど予告したお約束の震災の時に千葉さんは一体何をしていて何を感じてその後何か変わったのかっていう話を聞いてお聞かいた、おきたいかと思います、はい、なんか震災 の、 あの揺れた瞬間はあの制作しててそれですごいはっきり覚えてるんですけどこう木の塊にこうマジックで女性の姿みたいなのを描いてでそれをもう真正直に描くっていう作品を制作中で韓国であの個展の直前だったのかなそれでそれが崩れたんですよねその揺れてモチーフがバラバラって崩れたんですよねそれであとその時あの聞いてたのが音楽かかってたのがダボっていうラッパーのジャストプレインっていう曲でジャストプレイン遊びでやってるだけっていう曲だったんですけどなんかこんな録音なんて遊びでやってんだぜみたいなラップなんですけどそれがすごい印象に残っててでまあそれ別にあんま関係ないんですけどそれであれがあってあとあの福島ねあれもあってでなんかすごくこうなんていうんですか落ち着くの嫌だなと思ってその時になんかみんな動揺しちゃダメだ落ち着けみたいななんかあの感じも嫌だったしすごくこうなんていうかはしゃごうというかヒステリーになろうという風にすごい自覚してなんていうかガイガーカウンター買ったりとかツイッターやったりとか結構なんかあと現地に親父が一応父親があの東北出身なんでなんかこう一緒に行かないかとかって言われて4月ぐらいに見に行ったりとかなんかそういう思い出はありますねなんとなくこうなんて言うんだろうなそうそういう積極的にいろんなことを考えようというふうにあの時は思ってましたなんかその例えばね早乙女哲平さんは自分が絵を描いている時にやっぱり地震が来て、はい、でそれが床に落っこちるのを見て急に絵が物体になっちゃったっていうふうに言っていてでそれであの色を使うことができなくなってしまってそれ以後ずっとモノクロのペインティングを描いてるっていう風に言っていてそんなにでっかい影響を与えてしまったんだと思って話を聞いて結構びっくりしたんですけどこうその瞬間とあとその後って何かこうもう7年経ってますけど何かありますかねなんかすごいあるんだけど、うん、なんかうまく言えないのは、うん、多分未だにすごいあるからなのかもしれないです、うん、だからやっぱりあとあのなんだっけいろんなあの選挙とかの話とかもあったりとかあったじゃないですかなんかあのいろんな肝心な選挙が何回かあったじゃないですか自民党に立つこの間のああついこの間のも含めてってことですね、うん、ああいうデモだとか、うんまあ、あれもありましたよねあのヘイトスピーチとかのこととかもあったし、うんうん、なんかそういうのいっぱいあって、まあ、ずっと何もできないなという気持ちというかなんていうのあたふたしてるような感じは普通にずっと続いてます、うん、でそれがペインティングにどう影響したかっていうのは絶対してるはずなんですけどね、うん、そんな大きいことだし、うん、あとテレビ見なくなったっていうのも大きいか、うん、あの時あの地デジ化されてでタイミングでもうテレビ見ないってなったしなんかすごい嫌だったんですテレビの時とかですかね、うん、なんかそのこの展覧会もう2011年から7年も経っていてとても長い時間が経ったんですけどなんで今頃あえて震災ってしたかというとあそこからこう社会が大きく変わってでそれこそ千葉さんがおっしゃったヘイトスピーチを平気でやってもいいんだっていう気持ちとかまあなんかいろんなことでやっぱ社会があれ以来ずっと変わり続けているっていう気分がしてるからなのですだからこの7年間って私にとってはなんかずっと震災の続きみたいな感じがしてでそれであの今頃こんな企画をやってるんですけどということですねだから千葉さんもなんとなく続いている感はある感じですかね、はい、うん、分かりましたちょっと後でうまくつなげられればもう一回その話題に戻りましょうかね、はいうん、あとははい、はい、なんですかいやペインティングの合間にしたらどうなのかな、うん、でもやっぱりそういう倉井さんがおっしゃったみたいな、うん、なんか
あのスピード感がないみたいな、なんかそういう震災後のなんか作品っていっぱいあの時バッてて、いや悔しいなみたいな気持ちはすごいありましたけどね。でも何も何もっていうか、やっぱ何ていうか、そもそもそういう何かこう事件のリアクションみたいな感じの作品なんか作ってないし、まあできないなっていうか、うまくこうなんていうんですか、これだみたいな、これでもうぶった切ってやったぜみたいな、そういうものはできないだろうなっていうのはすぐ気づいて、まあずっと悔しいですけど、ぶった切りたいけどそうですね。だからそのね、分かりやすくこう原発反対って書いたペインティングが何かすごく解決になるという気は、私も社会的にも絵画的にもしていないので、皆さんそれぞれがそうじゃない解決を多分こう地道にやっていらっしゃるんだろうなという気はするのですが、その千葉さんの絵はもちろん震災前から知っていたんですけど、なんかこう絵画とそれから外の世界がどう関わるのかっていうことを多分ひたすらやっているんだろうというふうに思っていたので、その震災後現実がこんなに変わっちゃった時に、絵画がそこに対して働いていく働き方もなんか変わるんではないだろうかという気がして、でそのこともあってはこの企画にお招きしたりもしたのです。でちょっと遡ると、あの千葉さん割と最近あんまりないですけど、初期の頃ってペインティングの脇にこう足がついているタイプの作品がたくさんありましたよね。あれ震災前からあったんですけど、震災を経たある時見た時に、なんか絵画がすごくこうあれは現実の物質としてこう見えるような仕立てになってると思ったんですよ。つまりキャンバス部分が壁にかかってるだけだと、私たちはどうしてもそこに描かれてるこうイメージを見るんですけども、本当はそれはこう布とか木とかでできている物質でもあるわけで、普段壁にかかっているものについてはその物質を見ないでイメージを見るっていうなんか習慣ができているんですけど、千葉さんがそれをあえて壁から離して前に立たせて、で足をつけて自立させたことって、すごくこう物質の方に絵画を寄せる行為だと思っていて、でそう思っていたところ震災があり、その後見たらなんかこれは絵画ってこうなんていうんですかね、ちょっと無駄飯食いみたいなところあるじゃないですか。なんか飢えてる人も助けられないし、すごい貧乏で困ってる人が絵を描く余裕なんかないかもしれないしみたいな、そういう後ろめたさを常にこう抱えつつ私は絵画に関わったりしてるんですけど、なんかな、足がついてる布としての千葉さんの作品を震災後に見た時に、あ、これはなんかちょっとこう大変なことになったら解体してテントみたいのを作れるって思ったんですよね。で、それは結構新鮮な経験で、千葉さんの絵画だからできるってわけでもなく、多分すごく人が死にかかってたらモナリザでもやるだろうっていう気持ちにね、ちょっとなったんですよ。もう人類の宝とかイメージとかではなく、目の前にいる人が雨露をしのぐみたいなものとして絵画が使えるっていう、なんかそういう感じを受けたりしたので、そこが面白いなと思って、昔あの2014年にオペラシティでやった絵画のありかという展覧会のテキストにはそういうことを書いたりもしたのです。まあ、ちょっと長くなりましたけど、というわけであの千葉さんっていつも絵画がと現実の関係を多分独特のやり方で解釈されていると思うので、その辺今回の出品作も含めてちょっと教えていただければ。絵画と現実との関わり方、でもやっぱ絵画を見るときに現実と関わってるはずじゃないですか。だからそれは絵画、そこを考え出すとなんかどんどんなんかわけわかんなくなってくるんですよ。結局全部絵画は全現実と関わってるから、それでするともうすぐ一歩目も踏み出せずにこの話は終わってしまうんですけどでもなんかそうだな、あの最初にこう土台がついてたすごいでかいのを作ったんですよ。ありましたね。あれはなんで作ったのかも、でもその物質性をいくら強調してもその絵画のイリュージョン性みたいなものは消えないじゃないですか、当たり前のように。だって壁に丸描いただけで絵画空間っていうのはできますからね。絵画空間って言っていいのか分かんないけど、イリュージョンみたいなものは完全にできるから、だからそれはいくら強調しても消えないもんだから、だからまあいくらやってもいいんだっていうふうに最初から思ってて、だからそれがそこを無視してやんない
ように最初からしてましたね、うんうんうん、あとそれで途中から、別でたるきでスタンドを作って、それでギャラリーのなんていうんですかね、変なところに置いてあるみたいな、そういうインスタレーションになっていったんですけど、それをやりだしたのが多分2011年とか10年とかからなんですけど、それはもう単純に何ですか、空間のこの位置にペインティングが欲しいって、例えばあそこの柱が3本立ってて、すごいこう壁だけにあると限られてくるじゃないですか、インスタレーションが。それがただ嫌だから、この辺にペインティング欲しいみたいな、そういう単純なことで やってました。なんかそう、それでなんかこうそうやると、こうこの梁のところとの関係とか、そういうんでなんかいい感じに見えるとか、うんうんうん、そういう研究をずっと やってたんですよね。じゃあ割とフォーマルな動機で足が生えた感じなんですかね、空間のこうフォーマルな配置というか。それってフォーマルなのか分かんないですけど、非常になんていうか野蛮だというか、ただ単に欲望に準じてることかもしれないし、だからなんか僕はその時ぐらいの時はグループ展にすごい呼ばれたんですけど、なんか国際交流基金でこう外国でやるみたいなグループ展とか、あと六本木クロッシングとかもそうだったけど、なんか僕に大体ああいう大きめのグループ展ってペインターが3人ぐらいなんですよ。3人ぐらいの。それでなんかそれで奈良さんとかが入ってたりとかだったりするんですよね。それでなんとなく奈良さんじゃない時もあるけど、それで大体すげえいい壁使ってるんですよみんな。それで僕に来るその空間はすっごい廊下とかなんですよ。余ってるところが余ってるのね。それって多分なんかこいつどこでも多分それなりにするなという風に思われてたんじゃないかなと思って、でもそれって結構そのなんかさっきのなんかテントになるみたいな、そういう話意外と近い話かもしれなくて、うん、なんかだからホワイトキューブのいいとこでしか展示できないペインター、ペインティングというものはそういうメディアだとしたら もったいないじゃないですか、単純に。いやでもそれでもやっぱ綺麗な壁でっていうのはいいんですけどね。いいんですね。よく見えるんですけど、だけど廊下でもできるぜっていうのはペインターとしては言いたいみたいなところがあったような気もします。なるほど。それはそのペインティングでなくてもいい。つまりこれ上が空いてるから上に飾るっていうことが多分行われていると思うんですけど、はい、これはそういうことでもない。ああでも確かにそうですね、うん、ステートメントによるとやっぱり展示空間として上は空いている、で千葉さんは電話でよく見えないから空いてるんだろうって言ってましたけども、そこを使ったらもっと展示ができて、で暮らしが良くなる気がしたって書いてあるので、多分ここも何かこう廊下というか広い壁じゃなくても成立する場所として探し出されたのではないかという気がするんですけど、なんかこう毎日アトリエに行く時にその、3回展示したそのサルスベリの木っていうのが生えてて、やっぱり毎回見るとあの辺すげえ空いてるなみたいな、あの辺でなんかした方がいいんじゃないかなみたいなのとかをなんかこう思ってきて、そうですね、16年にやったんですね。あそこはなんて無駄なスペース、無駄というから有効活用 しようみたいな。それで暮らしが良くなるってどういう意味なんですか。暮らしって何ですか。どうなったら良くなるんですか。楽しくなれるってこと、うん、流行るんじゃないかっていう。流行るっていう意味なの。あとはそのさっきのジョインティッドツリーギャラリーがこれまで展示してきたことの中の話で、はい、結構こうあれ気になると思ったのが、はい、例えば「Your Name is ゴジラ」、君の名はとゴジラが合体してるっていう、はい、そういうことなんですよね、はい、でそれをそれが流行ってる今の街に対して見せるって言ってたじゃないですか、うん、で普通やっぱりそれは見る人に対して見せるものなので、街っていう、こう漠然とした人間じゃないものに見せるっていう発想ってどうして出てくるんですか。どうしてですかね。何なんですかね。私に聞かないでください。どうしてなんですかね。だから、うん、ペインティングは人がいない時も
ペインティングじゃないですか、うん、それで何か絵画というものが何かこうビームみたいなものを発し続けてるとしたら、うんうんうん、箱にしまったらその箱の中でも発し続けてるわけじゃないですか。だからなんか そういう風にして作品というものを考えてるのかもしれないです、うんうん、さっきそのモネの作品も他のアーティストさんの作品だけど千葉さんの解釈によるとモネの目がこっちを見てるって言っていたので、普通その見る人が絵画を見るっていう関係と逆のことを多分あのご本人がそう思ってやったかどうかは別にして千葉さんはそう思ったわけですよね。なんかこうベクトルがいつも逆というか絵画の方がビームを出してるわけですよねっていう感じがね、なんか千葉さんと話してるとだいぶちょっとずつ分かってきて、というのもその私がこのテーマを立てた時はやっぱりこうアーティストっていう、まあ、作る主体がいて、でそれが絵画っていう物体を作って、その物体がまあ社会に対して働きかけるんだけど、それはまあアーティストが作ったものとして働きかけていくっていう感じなんですけど、千葉さんの場合そのアーティストっていう最初にいた作る人とか絵画を通して訴える人っていうのがなんかたまに消えてるとか消したがってるような気がすごくして、だから千葉さんとか他のアーティストの方とか作ってる人なしで絵画がその街に対してシン・ゴジラを見せたりとか、モネの目からビームが出たりとか、なんかその非認証的な話がすごく多いような気がして、ちょっとそれが気になってるんですけど、非認証的な、うんうん、例えばぶっちゃけて言っちゃうと、私あの千葉さんと打ち合わせをやってて一番驚いたのがやっぱり、はい、千葉さんが絵を描くときというのはその自分がどん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 絵画の方に寄ってって、で絵画の側から現実をなんか操作しているみたいな風な立ち位置に変わっていくんだって言ったことなんですよ、はい、それってなんかしばらくやってるとちょっと気が変になっちゃうんじゃないかと思うような、危ないことのような気もするけど、気が変にね実際になりましたね。いや一方ですごいなと思うんですけど、実際初期はねやっぱ重力に耐えられずあの心療内科に通ってましたからね。最近大変でしたね、安定剤飲まなくても暮らせるようになったんですけど、うん、やっぱこう人間が自分で主体として働きかけたりするんじゃなくって、しかもこの震災後のすごい世の中に対してなんかぶった切ってやりたいぜって言っている人がそうじゃないものになって、ものとなってなんかこう現実の方になんかビームを発していくっていう、そういうこう立場に自分を置くというか、いやおうなく置かれちゃうっていうのが絵を描く行為だっていうことが、なんか割とこうこんなこと言う人初めて見たなと思って、だから単純にこれを描いたとして、で絵の中で、この四角の入り方が甘いなみたいな、この四角ってなったらこの四角を切るんですよね。でそれは本当だったら切らなくてもいいはずなんだけど、頭の中だけで描いてるんだったら、うんうん、最初これもなく切らなくていいはずなんだけど、でもこれを切るんじゃないですか。で切ったらこう、はい、ちゃんと入った。でそれをずっと繰り返ししていくと、ここら辺に黄色の縦の線が欲しいとか、ここら辺にこれぐらいの塊でサイズの高いものが欲しいとかっていう風になった時に、あのそれを探しに行くんですよ、うんうん、あのだいたいハードオフかホームセンター2つ近くにあるんですけど、行ってでちょうどいいこれだみたいなものを探しに行くみたいな。でそれがなんとなくその物語、設定があったりするから、それともフィットするような何かこうものを探していくってなると、だからその絵の具をそれを普通の何もない状態に置き換えると、ペインティングをだから黄色い絵の具出すピュッて出すっていうことと同じことじゃないですか。でそのなんかインデックスみたいなものがこう世界になってるっていうか、だから世界がこうパレットみたいなようなものの何かなんかものになってるっていう状態になるから、
だからなんかこう全てがモチーフになる、うんうん、でもそういうことって多分昔からペインティングってやってたから、うんうん、自分が発明したという気は絶対ないですけど、うん、それこそなんかいっぱいあると思うんですけど、そういう作品ってでも古典とかなのかな、なんだろうけど、絶対この形がこの絵に必要だからとか、帽子職人に作らせるとか絶対やってたと思う。そうですね、セザンヌもこう皿が立って見えるように後ろにこうベニヤみたいの入れたりとか、うん、モランディとかもやってますけど、うん、それにしてもでもなんていうか、なんだろう、その時やっぱセザンヌがこの絵を成立させたいからモチーフを操作してるんですよね、うんうんうん、でも千葉さんの場合はなんかこの千葉さんじゃなくってこの画面自体がここら辺に黄色が欲しいぜって言って現実の方に黄色を足そうとするみたいな、なんかすごくこう他の人と違う感じが話を聞いてるとすごくする、うん、そうかもしれないいやいやいや、無理やりすごい面倒くさいことですからね、その黄色いものを透かしに行くっていう作業は。そうだからその千葉さんがというよりも絵がこういう形でこんな色味の黄色が欲しいってやっぱり言ってるわけですよね、うん、だから千葉さんはその手先となってホームセンターに走って現実の方を絵の指示に従って変えてってるわけですよね、はい、多分それがだから千葉さんの描くものって、まあ、モチーフすごくこう、ね、描写的に正確に描かれてるけど、このモチーフ自体千葉さんが作ってるんですよね、はい、だからこう外にあるものを単純に描いているわけではなく、もうすでに絵画の指令によってものが作られて、そのものを絵画がこう自分の好むような形に変えながらこう画面に定着させていくみたいな、なんかこう千葉さんがいなくって絵と現実の中に置かれたものとだけが対話をして作品が出来上がっていくような、なんかある種嫌な感じがてか気持ちの悪い感じがすごくするのです、うん、気持ち悪いですこの展示は、これそう思いましたどの辺が今回の展示は、うんうん、なんか、いやこう椅子、この椅子に座っていいですよっていうふうに絵に描いてあって、うん、座ってますね、なんかそういうのって気持ちが悪いですよね。だって僕がの個人のメッセージではないというか、そこのグレーなところというか、うん、美術館に行ったら「純露」って書いてある札がかかってたりとかする感じです、うんうん、純露って書かれてる時には例えば私っていう人がメッセージ発してるんだなっていうよりはこう漠然とした組織が何か言ってるわけですよね。それに近いっていうことですよね、うん、この椅子に座っていいですよとか脚立に登ってみてくださいとかっていうことって、だからこの絵画もやっぱりこう千葉さんがいなくってなんだかよくわからないものが指示を出しているですよね、はい、しかも指示を出してるっていうのはこれを字として読むから指示だと思うんですけど、これ絵だと思ったら指示じゃないですよね、うん単にこう色と形の図柄が描かれてるだけなので、本当のところは指示されてるのかされてないのかもよくわかんないんですよね。真面目に受け取って座っていいのかどうかも実はよくわからないんですよね。なんか結構座ってると本当に脚立持ってっていいんですかとかって聞かれるじゃないですか。あれは多分その絵として見ていて、その何かの指示だっていうふうに受け取っていいのかどうか分かんないからってことですよね、うん、そうですね、はいやだ、千葉さんもちゃんと喋ってくださいよ、私一人で一生懸命喋んないです。その文字の色、細かい話すると、うん、文字の色の組み合わせとかもなんかこう何ですか、この物体に青とあれだったら You can sit down っていう文字が青と黄色で書かれてるけど、はい、なんか割とこうハレーションを起こすような色の組み合わせになっていて、でそのなんていうんですか、そこのバルールというか色の組み合わせの調子を合わすっていう作業が、ね、この物体に書いてあるように見えるにはそれが必要なんですよ、うんうんうん、それでそこがわざとなんかこう微妙な配色というかそこを選んでやつ、うんうんうん、それはちょっと違うけど、白地に緑は割とそんなにハレーションは起きないけど、なんとなく赤緑とかあっちの
入り口のところのあった水玉のあの出会いっていうやつはすごいこうなんていうか、こう色の位置が分かりづらいような作りにわざとしてて、でまあ要するにペインティングというその表面に後から文字入れたって意味としては同じだけど、それがその絵画のなんかこうなんていうんですか、絵画のっていうのかな、まあ、描かれ、まあ、たそこの色相のところにこう収まるようにやる、そのなんていうか どこにその文字が書いてあるのかがこうブレていくような作りにはしてるつもりなんです、うんうん、だから、まあ、絵画的な作業もすごいしてる、うん、そう、うん、だからそれヨーロッパの騙し絵の伝統が長くやってきたことですよね、うんうん、画面の中に字が書いてあるときに、例えば本があって字が書いてあるときに、それは本の上に書かれた字なのか、それともキャンバスの表面に字っていうものが書かれてるのか、最終的には決定できないんですよ。でこのことのこう揺らぎを見る人が感じられるようにこう騙し絵って作られるんですけど、割と千葉さんがだからバルールがしっくりこうボードの方に収まるか、絵画の表面に浮いてるように見えるか調整するっていうのはその辺のことってことですよね、うん、なんかこう単純にそうそうです。そうだからあの橋本さん今日いらっしゃるからだけど、橋本さんのインストラクションの作品もあって、それと何が違うのかなっていうふうに自分考えたんですけど最初に、でもやっぱりそのペインティングの、うん、のところにあの空間にあって、それがこっちに来てて、うん、それが言ってこっちが言うこと聞くっていう風な設定でやってます、うんうんうん、それだからさっきと一緒ですよね。これも途中で気がついてすごくびっくりしたんですけど、この指示を出してるのは千葉さんじゃないんですよね。絵が出してるんですよね、うん、じゃあ絵って誰なんだって、なんだかわからない物体なんだか、指示を出す意思を持ったものなんだか、よくわからないものに私たちが指示されているっていう、この状態が多分こうとても気持ちが悪いし、でも千葉さんは多分絵画を通してやりたい部分ってそこのところなんですよね。だから千葉さんは、まあ、すごく描写がやっぱり上手だし画力があるし、なんか最初にこう袴田先生がこう素朴に絵画を描いているっていう風な言い方をされて、ある見方をするとやっぱりこう描く喜びみたいなものをすごく持っているんだけど、その裏で行われている自分がいなくて絵から現実の方に対してこう働きかけているという変な構図というのは、実はかなりこう高度に込み入ったことをやっているような気がするんですよ。だからその絵画のその持ってるそのエネルギーみたいなもの、自分がまあ美術館とかいろんな見てきたって受け取ってきたこういう絵の感じ方がこう自分としてはやばいみたいな風に思ってる、それをこう自分の絵でもどういう風にこう作動させるかっていうことを素朴にやってるんだと思います、うんうん、そこは素朴なんですね。それは普通にそうです、絵画を素朴に描いてるっていうことと同じ意味なんじゃないかというふうに僕は思ってます。ちなみに千葉さんがやばいって思う絵画ってどういうものなんですかね。具体的になんかあります、はい、好きなものとかでも、うん、そんな恥ずかしいな、ね、そう大体好きですけどなんすかそれもういっぱいありすぎてモランディとかも好きですし、もうモナリザも好きですし、あとあれ岸田流星 あの坂の途中の絵なんですか。はいはい、ありがとうございます。毎度あり。あれはすごい好きです。うん、いやでももういっぱい好きですよ。岸田流星は実は結構似たようなことをやっている人で、私はもともとそこを専門にしているんですけど、はい、あの私の美術館に麗子5歳の像っていう、まだ顔がこんな横に伸びる前の普通に描かれた麗子があるんですけど。青っぽいやつですか。そうです。あれ額が描かれてるんですよね、こういうふうに。で、その額の向こうに麗子の肖像画がある状態を描いてるんですよ。麗子を肖像画として描いてるんじゃなくて、麗子の額に入った肖像画を描いてるんですよ。意味わかりますかね。そうなんです。で、しかもここに字が書いてあって、なんか何百何年、麗子5歳の像っていう字が書いてあって、それがやっぱりその麗子の肖像画に書かれている文字を流星がもう一回書いたのか、キャンバスの上に字が書いてあるのかわからないっていうように書かれていて、
そうなんです。なんかすごくね、あのやってることとしてはね、似たようなことを100年ほど前に彼が一回やろうとした形跡はある。でしかも彼はまあなんか自分が一個絵画を作るとそれはもう自分の手を離れて世界のものの中に一個付け加わって、そうすると世界の全部のものの秩序が一個増えたことで変わるんだみたいなことを言っていて、やっぱり自分がいなくなってものがなんかしだすっていうイメージをどうも持っていた気配があるので、流星って、うん、あのデューラーの、うん、なんていうんですか、写真、作品の写真とかをいっぱい持ってたんですか。持ってました、持ってました。だからなんか それになりたかったっていうか、やっぱそのデューラーがかっこいいのってデューラーの図像が日本まで輸出されてきてるからデューラーがかっこいいみたいな、そこもなんかセットで見てたんじゃないかなというふうになんかそう仮にそうだとしたらなんか自分はすごいわかります、その感じ。なぜなぜなぜだからもうサンプリングしていいよっていうなものとして何かなってるようなものに自分もそういうふうにして提出するというか、なんかそういうなんかヒップホップ的な何かがヒップホップ的な何かがあったんだというふうに。まあでもそうですよね、もう複製技術が発達した時代に大正時代の人は生きていたから、写真版が輸入されてサンプリングの素材として好きなように使ってくださいっていう中でコラージュをし始めるっていうのが、まあ流星たちのやってたことなんですけどね。その気分はじゃあなんとなく分け持ってる感じなんですか。だから何かその絵画っていうのは一枚で存在してるんじゃなくて、まあ一枚があってそれが何らかの形でなんかこう世界の中になんかこう拡散されていくっていうようなものとしてやってるというか、だから何かそういうなんていうんですかね、そういうものの元ネタも作るみたいな感覚でなんかやったところもあるんじゃないかな。だからそういうものの元ネタってなった時にやっぱゴツゴツしてないとダメだしみたいなそういう元ネタ感が出るためになんかそうなのかなとかいうふうに勝手に想像してますけどね。千葉さんに引き寄せて言うと今の話はどうなるの、元ネタとして作ってる感はあるんですか。いやあるんですよ、なんか、うん、そのなんていうんですか、構造、絵画の構造がすごい分かりやすくしとくっていうのと、うん、一個こういう順番で絵の具塗っただろうなっていうことが一応追えるようになってるっていうことと、そうあと何ていうんですか、そのアイデアみたいなものとか成立の仕方みたいなことがすごい分かりやすくしてあるみたいな、でこの構造で何ていうんですか使っていいよみたいな感じも考えてる気がする最初から。あじゃあ構造のサンプルがそうだから分かりやすく真似できるようになお使いいただけるように提示されている感じで作られている。そうか、それもまた新しいですね。確かに物となってこう世界に出ていくとそれ自身でも勝手にネットワークを作っていく、そこにこう割と話してあげてる感じなんですかね、うん、なんかあの作家さんに、うん、ってかによってはなんか自分の作品売れるのが辛いみたいなタイプもいるんですよね寂しくてこれはもう、うん、もうすごい思い入れを書いてるから売れた時にちょっと待ってみたいな感じになるっていうか、そういうタイプもいるんですよ話してると。でそれを全然否定することは気持ちはないんですけど、僕もすごい思い入れで書いてるから、だけどなんかこうバッとこう遠くに行ってほしいなっていつも思います。それが待ってなんて全然思わずに何かこう毒を撒いてるような感じ勝手に毒のネットワークを作るように旅立ってほしいわけですね。そういうふうになんか考えてますうん、あとはそうですね、ちょっとテキストに書いたんですけど、あの千葉さんのだから絵画の話を聞いているとあのすごくうわこんな人いないよって驚きとともに辛そうだなっていう気がする時があって、つまり自分が消えて絵画自体が勝手に現実を操作してるっていう状態でずっと絵画を作るのって描く喜びよりも辛さの方がなんか強いような気がしてるんですけど、一方で今回の展示でいうとこのジョインティッドツリーギャラリーはその中高生の時に影響を受けた先生の作品とか友達に赤ちゃんが生まれたすごいって思ったこう喜びとか、割とその千葉さん自身の感情が解放された場のような気がして、なのでこのツリーの千葉さんっていう人間がちゃんと存在しているところと千葉さんが消えて
絵画がなんかこっちに影響を及ぼしている場と割とこう対比的になっているんではないかというふうに思ったりしたんですけど、その辺はどうでしょう。なんかだからすごく最初の時から割とその構造で作ってるんだと思って、今思っていたら、ね、すごい初期の2005年くらいの時のに粘土で立体を作って、でそれを描く前にあのあれ山下公園の海のところにあの沈めたりとか、それ3日ぐらい経ってから取り出してぐちょぐちょになったやつを乾くの待って描いたりとか、なんかそういうなんていうんですかね、なんかこう制作する前になんかわかんないけどすごい動いてるんですよね。動いてからやるみたいな、でそれを内緒にしてるみたいな、なんかそういう感じでやってて、だからそうなんか一回なんかこうお祭りみたいなのが制作の前にあって、そんでそれがなんか最後ペインティングに集約された時に、なんかそのなんかこうなんていうんですかね、臭いとこだけ残るみたいな、臭いとこなんかそれをこう煮詰めたようなものをみたいなものが残るようにしてたのかな。いやそんな簡単な話でもないんですけど、なんだろうな。だからでもとにかく昔から制作してわっとやって、で最後ペインティング描く段階だったらすごい暗いギューッとこう煮詰まった状態に、なんか最初はっていう楽しさもノリもあったものが絵画になるときにギューッてこう割とこう、まあ、辛さも含めて作られていくっていう、そういうこう流れがあるってことなんですかね。でもその最初のこうお祭り段階のそのエンジンみたいなのがやっぱそれを結局は走らせるというか、そのペインティング自体をそうか、というふうになってるんじゃないか。ちょっとあの展示しなかったドローイングの話があるじゃないですか、あれをその展示しないようにしようって決めたのは多分今の話の流れでしたよね、はい、なんかこの展覧会は最初は、ジョインテッドツリーギャラリーのアーカイブのためのペインティングっていうものを作ろうと思ってて、2016年にやった最初のジョインテッドツリーギャラリーのアーカイブをペインティングで作るっていう作品をやろうと思ってたんだけど、それがまあ やり始めてみたら全然そのアーカイブをペインティングで撮るってめちゃくちゃ意味わかんないことっていうかだけどなんかこう有機的 なんかアーカイブみたいなのをもう行き過ぎたことというか、そういうのをやろうと思ってて、で今回ドローイングを、3個と立体が3個を最初展示奥の部屋に展示する予定だったんだけど、なんかそれはなんかこうあまりにこう合わないなというか、こっちのペインティングの何か効果みたいなものをが邪魔に対して邪魔になるような感じがして、だからそれって要するに今の話で言ったらそのお祭りをやってる段階と それを後ですペインティングにしたものをこう同じ空間にこう持っていくのが難しい、で今回はやめたっていうことなんですね。そうそう、最後の最後までそれはすごく迷ってて、あの奥のスペースにあのでドローイングとその木の作家さんのプロフィールを紹介する木があって、それを置こうとしてたんですけど、結局いろいろ聞いてみるとそのアーカイブとしてのペインティングは出来上がった時には多分 これらの指示書と同じようにこうギューッと何か煮詰まったものになるはずだったんですけど、あのドローイングはその前段階のすごく楽しそうなドローイングだったんですよ。すごくいいドローイングなんですよ。お見せできなくて残念なんですけど、でその前段階を奥に展示してしまって、こちらにはもう煮詰まった状態でできているあの指示書としてのペインティングがあって、でここには人の作品を樹上で扱うからこそ千葉さんが解放されている、まあ、お祭りの系統があってって、
それが混在すると千葉さんがしきりにこう千葉が強すぎて良くないっていうふうに言ってたんですよね。だから千葉さんが出るところと千葉さんが殺されているところのバランスっていうのが多分この展示で一番千葉さんにとって重要だったんだろうなって後でようやく分かった感じです。残念でしたね。だからアーカイブのペインティング、うん、あのドローイングはいつか煮詰まったペインティングになったらそれと一緒に並べて、はい、まあ使用前使用後じゃないけどお祭りがあってペインティングになった状態があるっていう見せ方になるんだろうねみたいな話をしたりしましたね、はい、それはいつかやると思います。よろしくお願いします、はい、ご期待です。でこれでちょうどあと10分足らずぐらいになったので、はい、あのせっかくなのでちょっと質問をお受けしたいと思いますし、あとあれですよね、あの、はい、井出さんと奥様のバンチさんもいらしていたり、あいらしていないんですね。来てない、はい、じゃあジョインティッドツリーギャラリーの出品作家の方など関係者の方もいらしてますし、ちょっとお話を聞いてみましょうか。はい、お話なんか質問がある方とかどうぞ。名前の出た橋本聡さんもいらっしゃいますよね。質問とかあったら、質問とかあったりとか、すいません。いらっしゃるようですが、顔が見えないですね。もうちょっとこっちに出てきて喋ってくださると良いかもしれないです。質問っていうか、橋本さんじゃないですか。感想は、はい、はい、さっきクレアさんとお話したんですけど、ピラネージ氏の歌詞を最近ちょっと見てて、ピラネージ氏とか好き、千葉さん好きかとか思ったりしながら、ちょっとピラネージ氏っぽいなと思いながら、ピラネージ氏って僕あんまよく知らないんだけど、遺跡みたいなものの破片とかをハードオフで買ってきてこういっぱい並べてこう書くみたいな、はい、どのくらいの人なんだろう、16、17世紀とかかな、16、17世紀ですね、17、18世紀かな、ピラネージでテキストもなんかこう古代文字みたいな書いてあって粘土みたいな、はあはあ、まあ、それ置いといて、そのそれはちょっとつながんないかな、まあ、ピラネージ氏にもちょっと思うんですけど、千葉さんの絵を見た時に思う感想が、僕コンビニのお弁当ばっか食べてた時に全部同じ粒子でできてるような感じがした時があってで味がしなくなっちゃってちょっと気持ち悪い感じだったんですけど、そんな感じが千葉さんの作品から受け取る感じがよくしてて、同じ粘土でできてるような感じがして、それその千葉さん実際粘土を置くのと、その人工物、はい、まあ、レディメイド的なものと、まあ、木とかみたいなものが同じ油絵で描かれてる感じが、はい、千葉さんの下手具合なのか、それがこう同じ粘土でできてるって感じ と、でその気持ち悪い感じと、まあ、今回テキストが描かれることによって、はい、この後ろみたいなこととか望遠鏡みたいなとかキャップみたいので立ってみる、はいはい、ことが加わることで、よりその、コンビニのお弁当だけじゃなくて、こっちもなんか同じ粒子でできてるような感じみたいなのがするような感じがするなって思いました。ありがとうございます。感想でした。ピラネージは使える使えた。デューラとかもちょっと全部なんか粘土で作ってるみたいな、ちょっと気持ち悪い感じがするけど、そんな感じが、はいはい、ます。そうすると、ジョン・バンニ・バティスタ・ピラネージは18世紀のイタリアの画家ですね。牢獄の版画のシリーズがとても有名ですけど、ちょうど古代ローマの発掘が進んでた頃で、そういう図版集がたくさん出ているのの図版を切り取って、なんかこういっぱいコラージュしてありえないような廃墟のでっかい版画みたいなものを作ったりもしてた人ですよね。あまり知りませんでした。お建築の壊れた、まあ、遺跡みたいな破片をいっぱい集めてきて、ね、はい、こう並んで、で生物みたいに並べてやるんだよな、はい、ああいう感じとかちょっと、うん、そうですね、本来は違う図版集から抜いたやつをコラージュするので、でも全体にこう同じトーンに揃うように
風景として構成したりするので、多分今の同じ素材でできてる弁当問題にもちょっと関係するのかもしれないですね。彼は版画だからトップデザインとか、はいはい、前からはそういうハッチ的な感じではどういうような感じなの、感じがしました。はい、あとはさ、他なんかありますか？出品作家さんとかに聞かなくていいですか？あ、じゃあ福永さん、福永さんどこにいるんですかね。見えないよ。なんかありますか？あ、こんにちは。つい最近まで、いや、あの、そうですよね、はい、今年の出品作家さんですね、はいはい。な、何を話せばいいですか？なんか質問みたいなとか。質問、はい、質問、そうですね、結構この、ジョイン、僕あのサルスベリーに、あの展示したんですけれども、はい、やっぱあそこら辺はあのロケーション含めてかなりそのやっぱ外で、あとその植木屋さんっていうのもあって、うん、で、うん、なんかそのやっぱ植えてある感じというか、そのなんか、うん、あの周りのなんかこう庭園っていうか、そういうの含めてやっぱすごいいいかな、はい、いいなと思ってすごい楽しかったんですけど、うんうん、こうそれをこういうな、まあ、場所に持ってくることでなんか違いとかっていうのはあるのかなとか、自分的に。だから本当は家の中で観葉植物がある感じで展示した方が良かったかなとかも思って出るけど、でもそれだとこの高さが得られなくって結局悩んだ挙句に上げたんだけど、だから屋外に近いような目線の動きっていう風にしたんだけど、何か例えば外国とかで、外国の友達とかに言って、でジョインテッドツリーギャラリーをお前の、持ってるスペースの受付のに置いてる鉢植えの上でやらせてくれとか、そういうことをなんかやりたいなみたいなイメージがなんかあって、で、まあ、木の上だったらこうどこでもできる、どこでも自分のスペースって言えちゃうみたいな設定を込みで考えてたんですけど、だからそういう室内バージョンみたいなのを試したっていうのは結構ある、うん、確かにあのギャラリーさんの方からもあの本当の木が生えてるところであるそのロケーションっていうのは鉢植えの形でこっちに持ってきてどういう意味があるんですかっていうようなことは割と聞かれたりしましたね、うん、でもあの今のちょっとどこでも木の上は自分の空間って言えちゃうっていう話で思い出したんですけど、はい、あの千葉さん最初にステートメントを書いた時にこのイタロ・カルビーノっていう人の木登り男爵っていう小説の話を引用してたんですよ。でこれはある日ね、子供時代に急に思い立って木の上に登って、あと一生木の上で過ごす人の話なんですけど、その木の上だけを伝ってどこにでも行けるとか、ある種木の上が別の空いている空間だからこの人だけの占有空間になってるみたいな、そういう部分があって、割とそのジョインティッドツリーギャラリーが元々の土地から離れて鉢植えになってどこの木の上でも上の方は千葉さんの空間って言える感じってそれに近いのかなと思って聞きましたが、はい、そう、いや僕の空間というかビンダで使っていいんですけど、うんうん、流行ればいいというか空いてるからそうそうです、空いてるからみんなで流行ればいい。これはジョインティッドツリーギャラリー最初にやった時に佐藤純也さんっていう人がアーティストが教えてくれて、この小説割と最近なんですね。そうですね、その小説は読んだのって言って、全然知らなくてこう読んでみたら、そうなんかこうイタリアの話なんだけど、昔は木の上だけ歩いてスペインまで行けたとかって書いてあって、ですなんかそうかみたいな、それでこう実際にその木の上で生活してる生活感みたいなのとかすごい伝わってきて、でどの木が走りやすいとか、そういうことまで書いてあって、なんかすげえいいなと思って、それでそれ最後終わり方がこう主人公がなんかこう飛んできた気球にこうパンと飛び移ってそのままいなくなっちゃう、で死んじゃったってことなんですけど、その最後妹がそれを妹認証で書いてるんですよ、この文章全部が。
でその妹が書いてる文章自体をこう木をこう見上げた時にこう線でいっぱいこうなってる、その白地に黒でいっぱい文字が書いてあるようなもんだみたいな感じで締めくくってて、でそこを引用したんですけど、でそれなんでそれ引用したかって話ですよね。いやいや、その終わり方が好きっていうか、メタ落ちっていうか、うんうん、それがなんかこうなんていうかこうなんかこう消えてっちゃった感じがすごいするというか、そこがメタになると本当に飛んでっちゃったって感じがすごいして、すごい感動したんですよ。ご紹介できてよかったです、はい、これはあの千葉さんの本棚っていう、はい、後ろの事務スペースにあるアーティストの本棚に一冊だけ置かれているものですので、はいはい、他何かありますか。時間ですか。うん、もう時間ですけど、どうしてもお一方とかいらっしゃればお受けして、それで終わります。大丈夫か。じゃあこの後オープニングなので、はい、千葉さんまだ会場にいらっしゃいますから、はい、お話があれば声を個別におかけください。はい、よろしくお願いします。千葉さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。長々と付き合ってもらって。